どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは。テレビアニメバジリスク大岡忍法帳甲賀八郎役の畑中佑です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。日暮七弦役の市木光弘です。今日はちょっと出演者の中で唯一年齢をこう上げちゃってるんですけれども。あ、そうなんですか。あ、そうですね。皆さんよりかは多分一回り以上上。え、そんなにですか。おいくつです。え、いくつ。じゃあおいくつに見えます。いやだそれは。なんでなんで。いやです、それは。その質問は絶対あんまり引っ張るところじゃないので簡単に言うと18歳ぐらい。いや、そうそう、それはさすがにツッコミ待ちでしょう。あの36人になります。え、あれ何年ですか。犬。あ、同じ。一回り。一回り。大体人はだから一回り以上違ってます、ね。私はそうだ、一回りちょい回りしてますね。そう。そうなんだ。始まったのにもう帰りたい。いつもピロです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。伊賀響役の水瀬祈りです。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。はーい、うつつ役の桜えねです。よろしくお願いします。はい、ということで本日はテレビアニメバジリスク大岡忍法帳のですね第14話の、上映会と、ラジリスク新章の公開録音にようこそお越しくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやでも本当あれですね、やっぱりなメンバーのあの空中から降りてくるシーンは個人的にはちょっと見物だったなと思って。あの脱ぐのがいいんでしょ。いや違う、別にストレートだな。やばい、今日も思春期が爆発してしょうがないね、そういうところばっかり注目しちゃうから。でもそうやっぱそうなんね。いや非常にちょっと私の目からハイライトが消えてきそう。ちょっと目線合わせてくれなくなりますだ大丈夫、ペアの役だけど大丈夫。そうだよ、最後そう今回見つめ合いましたからね。そうだ、大岡、そうそうやっと大岡が発言できたんですよ。抱き合ってった？そう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 。抱き合ってたとか、なんかちょっと微妙な距離感だったけど。なんかこう触れ合うか触れ合わないか。そう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 。ね、だから今日はそんなお二人を私たちはサポート。いやいや、役とさと違うね。役とさと違うね。はい。あ、おしゃ。ね、めちゃめちゃ塩だよね。そう、それはそうだよ。いや、アフレコ現場でもめちゃめちゃに塩だもんね。そういうことだ。最近めっちゃよく喋りますよね。え、なに？届いてないよ、声が。え、おじいちゃん？なになに？最近よく喋りますよね。喋ると思う。確かに。違うの、喋ってるのはいいのよ。喋ってるのはいいんだけど、はい、うん、畑中さんが一生懸命答え、こう話しかけることに対しての伊之助の対応が、ああ確かに、いや特にないです。え、確かにって何ですか。いや、じゃあ、あの、ただ興味ある話題と興味ない話題の差はすごい。さて、今日はこの後作品の話をしたり、リスナーさんからのお便りを紹介したり、各コーナーもね、いろいろ予定しておりますので、早速登録の方を始めていきたいと思います。じゃあみんな座ってください。はい、それではラジリスク新章公開録音スタートです。ラジリスク新章甲賀忍法帳伊賀忍法帳合同公開録音。さあということでついに4人揃っての、なんか珍しいですよね、はい、男女半々。そうそう、しかもね、お互いが隔週更新というところで、そうだから出会ったことのないラジオパーソナル。噂にはいろいろ聞いていますけどね。いやでもこっちも噂には入ってるんですよ、本当。いやいや、こちらも結構。なんだ、でもこちらの噂はね、主に棟梁の噂でしょ、はい、いや違う違う。いやいやいや、その、総じて総じて2人の、2人もしくはあの徳井さんも含めた。ああ、あの話のこと。いやまあ、割とね男子がゲストに来ちゃうとさ、男子トークになっちゃうから。今日やってもらわなきゃいけないことたくさんあるんでね。あ、確かに。なんかそうですね、そっちのラジオでもなんかセンブリ茶伸ばせるだどうとかなんとか言ってましたよね。伸ばせるんじゃないですよ、目にスポイトで入れるんですよ。そうそうそう、道術ですからやっぱり。道術ですか。センブリ茶の意味がないじゃないですか。いやいや、瞳で勝負してくださいよ、やっぱり。瞳で勝負。苦味とか分かんないからね。いやでもだからそっちの態度によってですよ、うん、そうそう、態度によってそんな悪いことした。いや確実に目に入れるじゃなくて、うん、まあいろんな様子によって目に入れるか入れないか決まるっていう、うん、我らの対応次第では。そうそう、もうイエローカード2枚みたいな感じなんで。どのタイミングで。どのタイミング。こんなにやってないですよね、まだ全然。まだ。ちなみにこの2人
の罪を知ってる人、あ、じゃあ、知らない手挙げてなかった人に今耳打ちしてあげてください。好きなキャラクター、好きな女性キャラクターは誰ですか？放送と同じことを言ってください、ね。あ、でも、俺響きって言ってましたよね。は？響きって言ってた、響きって言ってた。言ってたよ、聞いてたでしょ。響きって言ってましたよ。言ってないって。言ってた。本当。うん、響きが好きです。言ってないって。え、絶対言ってないですよ。もう知ってる、聞いてるから。うつつ、うつつ、うつつって。こっち作家一緒なんだからな。うん、あ、ちなみに筒抜けです。一木さんはなんと。僕は、あくまでそのビジュアル、第一印象で。あの、ごたくはいいんで。結果だけ。うつって言うたわ。うつつ。なんなの。いや、好みが一緒なんですよね。ありがとうございます。はい。こういう感じになっちゃうわけですやっぱりメインヒロインなのに、うん、いやまあ結構気にしちゃうっていうさ私のまあタスク君はダメだよね、うん、いやうんでもあれですよねうつつうつつだから俺らってどっちかというと男基本的になんか M じゃないけどなんだろうな、うん、なんて言えばいいんだこうもういい尻にしかもういい尻に仕掛けたいって言ったよもういいもういいということでそろそろ始めていきましょうラジリスク新章郊外が2放送合同公開録音も大家のごとく御立派に聞きそうらえラジリスク新章伊賀2放送何はい、はい、改めましてテレビアニメバジリスク大岡忍法庁高価自宅の畑中タスクと日暮七元役市木光弘です突然ハエって急にどうしました。いや大丈夫ですかリハーサルやったでしょ。やったんですよ。なんで食っちゃったんですか、ね、今間が怖い間が怖いいや間がなかったよ今音楽何のための音楽なのそうですよ ね聞かなきゃいけない。はい、伊賀響き役の水瀬祈りです。うつつ役の桜彩音ですでは、はい、せっかく4人揃いましたのでこれまでのラジオの話だったりアニメの方も2クール目に突入いたしましたし皆さんもね、うん、重要を見ていただいたということで作品の話もいろいろしていきたいなと思います。はい、うん、ちなみにそっちのラジオは何やってるんですか主に。なんでしょうでもこっちは最新回ではあのハチスの沙織さんがゲストに、うん、そう言ってくれたので沙織さんと3人で喋ってたら、うん、どうやら男子組が好みの女の女性キャラの好みの女性キャラの話になったっていう投書が来て、はいはい、で、あ、そうなんだって言ってちなみに誰って蓋を開けたらそうなのキャストさんたちはうつつ で、うん、でなんかスタッフさんたちもハチス、うん、ハチスがとかあとルイが好きって言ってそう、うん、じゃあ私なんかいや違うほらでもそっちのラジオでも言ってるでしょ響きってなんかみんなが大好き響きみたいな感じなんですよちょっとへこんじゃった元気出してまだ始まったばかりだからいやだから結局あの私たちはどうやってこう留飲を下げようかってなった時にあの響きのね、うん、好きなところを二人にそう言ってほしいあの10個ずつ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 俺言う理由なくなったなんでですかついでにお願いできませんか。いや言いたいでしょみんな言いたいじゃん。可愛い後輩の水瀬祈りちゃんがへこんでるんですよ。響きの好きなとこ言いたいでしょみんな。いつ、いや言いたいよ。これ大好きだもん。言いたいよね。一回り以上上やった。ちょっと待って、50個の予定だったってマジっすか。あ、そうだからお手柔らかにしたつもり時間もないし、うん、時間もないし響きのいいところ山手線ゲームゲーム、せーのパンパン。髪が赤いパンパン。アホ毛が可愛いパンパン。ちっちゃくて可愛いパンパン。一途あ、パンパン。めっちゃ八郎って言ってくれるパンあの、おもてなしが上手そう。あー、まあ、パンパン。なんか料理できそう。パンパン。順眼術がすげえ。あ、パンパン。肉じゃがとかのじゃがいもを絶対に食ったずに炒めてくれそう。真偽パン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 。CV すら可愛い。あ、パンパン。あ、いや、俺も可愛いと思います。真偽です、うん、真偽です。同じのなしね。いや、同じ付け足しました。俺も可愛いと思います。俺もっていうそのそれは自身のこと。え、俺が、いや、八郎が可愛いっていうなんでここで言うねん。俺も可愛いけど、あいつも可愛い。いや、違う、なんなんすか、ね、そういうこと。はい、パンパン。違う。え、なんか違うよ、あんたやろ。俺が
あれだ11個目、あ、育ちがいい、あー、パンパン優しい薄くなってきた、そろそろ続かんて、これ薄くなってきた、パンパン、あと3つ、あ、すごい、お母さんに見たことある、いや、あるお母さんに、おぼろおぼろ、お母さんに、まあいいまあいいか、パンパン、まつげがこう、決まってるんで決まっている、キャラデザ的にパンパン、ねえ、あ、来た、来た、あの、すごいヨーロッパとかでモテそう日本は諦めろってこと、モテるのはいいことだから、モテるのいいことだよ、日本では諦めろってことですかネガティブ、ネガティブになるの、まあいいでしょう、パンパン、お召し物も可愛い、あー、ありがとうございます、パンパン、なんか、そうだ、なんか将来設計とか別に決まってなくてもいいよ、あなたのことが好きだからってついてきてくれそうな感じ、新規多いな、新規、違う、ちょっと新規強いとかにしとけばいいのに、そうそう、それが言いたかった、なんかこう、田中さんがなんかこうまだ決めてないとこから入ってって、なんか最終的にこうあー、ここでいいやみたいな、自分の好みのタイプ上げてない、大丈夫大丈夫大丈夫、それを響きに寄せてってない、さあ皆さん、あと3つしか言えませんよ、あれ、なんか増えてね、あと2つ、あと2つしか言えないということで、お互い1つずつですから、もう OK です、 OK です、あ、じゃあ渾身の一つずつ、渾身の一つずつ、もうありすぎてね、どれ一個選ぶか迷うよね、引き出し選び中だからちょっと待って、どうしてもね、50個言おうとしてたのに、そのもうあと一個しか言えねえんて、つれえな、どれにします、どれにします、これ予約しないといけないから、え、もうなんかあのキャラクターのビジュアルはもちろん、その CV の人ももうどっちももう可愛いよね最後こっちに来た、うん、いいでしょ、両方褒めときゃなんとかなるかって思ったけどモノログ漏れても出てますよ、でも心の声出てますからね、心の声が、じゃあタスクくん、ラスト締めちゃおう、任せてください、ね、あのすごいあのてるてる坊主とかをあのいつもデート前とかには作ってくれそうだよねさあ、ということで物語2クール目に突入しましたけど、みんなちょっと振り返ってみてどうですかね、いやー、結構みんな大変なことになってますよ、ぶっちゃけでもあのあれですよね、八郎と響の絡みあんまなかったからね、そこまではね、まだ俺もだってあのパーって現れたとしても一言も喋んないで終わったりとかもしたじゃないですか、あ、そうですね、でも出会わなかったこともあったのね、声だけかけて、まあそうだね、確かに互いに出ていない回とかもあるぐらいでしたから、そう、だからまだまだまあちょっと絆がまあまだちょっと伸びしろがあるまだ言い訳続いてたんだはい、ありがとうございましたまあだから響と八郎以外にもね、あの各々のカップリングがございますし、そうだね、四季部と八須の話とかはやっぱカップリングって言ったらそこが今のところ一番強い、強いですね、やっぱ絆を感じますね、八須が男前、そうかっこいいね、あの子そうっすね、四季部はね、こうとても体が大きくてがっしりしてるんだけど、中身はすごい優しい、そう優しい人だから、だってずっと土台になってるじゃないですか、銃座、あ、銃座だ、銃座、うん、なってる、ハチスの銃座になって、でもなかなかいいコンビネーションでね、ね、あのなんか閉じ込められたところから脱出したりとかして、そうですね、あの時感動だったな、自分の着てるものをね、あ、全裸事件、あ、全裸事件、事件じゃない、本当は全裸だったんだっけ、あれ、あれは全裸だった、アフレコまでは全裸じゃなくて下着をつけてたんだけど、早見さんの芝居を聞いて監督が全裸にしちゃったっていう、あ、嘘、それ知らなかった、芝居聞いて、芝居を聞いて、なるほどね、そう、トークバックで、今監督が下着姿を全裸に直しましたっていう指示が飛んできましたうわー、それじゃだからもうあまりにも感動しちゃってというか、なんていうかな、そう、もうこれはもう全裸じゃないと、男前すぎたんでしょ、男前すぎて、もうみんなで背負えばいいんだよっていうあれが、さらしすら取って、あれでもあれですよね、響は別にその前後を目撃してたから突然全裸に仁王立ちになったところ、何この状況って、あとマジで響何もできないもんね、何もできない、その方ら七弦と類は七弦と類で結構はぁ、あ、あの登場会ですね、その、うん、大人で成長してからのフェロモン出し合い対決、うんうん、まあそこだけ見ると七弦何キャラなんだっていうね、 B パートでもなんか旬が見てハーハー言ってるだけでしょ、確かにね本当ですよ、あの修行なんで、申し訳ないけど修行なんで、七弦別になんかやましいこととか
ないっすわ。高めてるんですもんね、わざ。お客さん今、あ、そんなことない、そんなことないって。お客さんに資源の何が分かるって言うんですか。何なんすか。あ、やばい、何が分かるんですか。いないか、噛み戻ってきて、噛みついちゃう、戻ってきて、警察沙汰はやめて。資源怖っ、資源で、資源になりきって。でもルイはね、あの、うつつと一緒にいることも多く、うんうんうん、ルイ、まあ、でもうつつはそれこそ才蔵ともなんかこうちょっとそれこそ犬猿の中だけど、うん、ちょっと別なんかちょっといい感じなね、うん、反発し合うバディみたいな感じで、うん、昔からやってるんですけど、昔からやってるんです、そう、昔からやってるんです、ね、幼少期からみんな共に成長してね、そうなんですよ、うん、だ前回がうつつと才蔵がちょっと戦う13話ですかね。あ、そうですね。そうの話だったんですけど、結構あのオンエア見てたらお父さんのお芝居がしんどくて、あ、確かにね、なんかこうアフレコ現場とか台本だけ見てた時は、うん、なんかなんで急にお父さんが俺が死ぬってなったんだろうって、うん、どういう思考回路なんだろうと思ってたんですけど、うん、やっぱお芝居聞いて、ああ親心なのかな、うん、みたいな。そうですね。いや確かに今後もね、結構その幼少期のエピソードまだまだ出てきますからね、うん、楽しみにしてもらいたい。一人一人ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、ここからは、今日はね、会場にちょっといるかもしれないんですけど、番組のリハーサルねー、もうカンペにも突っ込まれてるよ。もうカンペがなんで喋っちゃうのって間が怖いんじゃん。すごいよ間が、いや間がジングルな、死んじゃうよ俺このまま。もうだって畑中くん越しに見えるスタッフさんが頭抱えたもんね、声で。ほんとすいません。でもずっとこれでまともなんですから、畑中大丈夫ですよ。すごい、計算とかじゃない、ねえ、早く人間になりたいね。喋ったら面白いとか。いやもうカンペがだってもう今何日本語じゃないですもん。もう Q 振るね。Q 振るね。もう日本語じゃなくないよ。Q 振るねだよあれ。Q 振るね。もうって書いてある。もう喋らない。もう喋らないでって。ラジオパーソナリティにもう喋らないでってカンペが。じゃあちょっと台本だけはね、台本だけはちょっと読ませてもらいますよ。台本だけは。はい、うん、ではここからは今日は会場にいるかもしれない番組のリスナーさんたちからね、あのメッセージもらったのでちょっと紹介していきたいと思います。そうそうそう、聞いてください。はーい、どどどん、こういう時こそ喋れ。ああ、そうそうそう、確かに こういう時こそね。ラジオネームゆうじろうさん。終わっちゃったたん。いらっしゃいますか。いらっしゃった。あ、最前列、最前列。今日私の目の前、畑中さん、皆さん、市木さん、さくらさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。僕はいつもアニメを少し溜めてしまいがちです。バジリスク桜花忍法帳も少し溜まっていたのですが、今回の公開収録のイベントに当選し、これは14話の先行上映もあるし溜まっている分を絶対見なければと6話分くらい溜まっていたのを一気に見てから今回のイベントに挑んでいます。ありがとう。新御宝蓮、新御花仙となった忍びの皆さんが幼少期の頃と比べると見事な体になっているなど驚くことばかりでした。皆さんは忍術でこういう術が好きとかはあったりしますでしょうか。先行上映の際も似たような質問がありましたが、もしよかったら教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そっか、2人は先行上映もやってるんだ。そうですそうです。なすくくんとイノスクは、うん、そうなの。その時は なんて答えたの。僕はあの透明人間でしたね。透明人間。ふうってどういうこと。興奮が早いぞ。どなたですか今の興奮しちゃったのは。炙り出さないで、炙り出さないで。あ、そうです、透明人間になる術と。そうです、なんとなくわかるけど、なんで。あの、あれだよ、あの別にそんなやましいとかじゃなくて、なんか例えばじゃあ俺がもし高校生で、うん、好感度が下がるよって分かってるよ。分かってる分かってる。だから、ね、微妙に好感度下がるか下がらないかギリギリのライン あのトークするから大丈夫。ちょっとあのオッケーオッケー。うん、あのだから、いや高校生になった時に、あ、ほらテストの回答とかがほら先生の机の前とかに置いてある可能性があるじゃないですか。それをチラシ見しに行くとか別にそんなやましい意味じゃないよ全然。なんかそっちの方が好感度低いな逆に。姑息。いやこ、いやもっと振り切ったことする。なんかお風呂場覗きに行くとかの方がバカだなってなるけど、うん、本当じゃ全然覗きに行きたいっすよそれは。クソじゃん。全然お許しが出たぞと。全然覗きに行きたい。全然修学旅行先でねとか言ったらもう最高ですよね。クソじゃん、うん、最低です。最低、はい。どっちに転んでも好感度上がんねえよ。市木さんはありますか、なんか使う。そう
うですね、僕はちょっと必殺技とかそういうワードが大好きなんでね、ベタにこう火とか扱ってみたいですね。いいじゃないですか、燃えたろうみたいな。思ったより中二だったね、誰よりもカトン的なね。いいです、一番少年を感じて、ね、一番少年だね。技みたいな、カトンの技的な、火吹いたりとかか。カトンで何するんですか、日常で。そんなカトンで、カトンで何するんですか。何するんだろう、いろんなものを燃やしたり。下手したら警察だったそうですよね、びっくり人間です。犯罪にならぬ程度に、うん、そのカトンを使って人生をエンジョイしたい。あ、キャンプファイヤー。あ、いいじゃないですか。キャンプファイヤーやるんですか料理、あ、すごい、どこでも料理できちゃう。あ、そう、うん、まあでも暖も取れますしね、寒い時期。もしもの時にね自分で燃やしてあーっつって火越えてボーってつけたら、あー、あったまるわーみたいな感じじゃない。あるあるある、おじいちゃんみたいな感じになっちゃう。確かにね、なるほどね。なんかとにかくそういう技みたいな感じの術がいい。女子人、伊之助なんて答えたの。私なんて言ったんだろう、こう忘れちゃったんだよな。なんかでもすぐ戦うのがちょっと嫌だから。あ、そうだ、あの、なんだっけ、作る側がいいみたいな。ほうほうほう、あのゴロネさんみたいな感じで発明をしたいとかって言ってた記憶ありますね。ほうほうほう、うん、だった気がします。なんだろう、忍術って。忍術なんでもいいんじゃないかな。忍術言うてもそれこそ宇宙みたいなね、幻術、うんうんうん、幻を忍術の範囲超えてるキャラもいっぱいいるから、自由に。確かに。あ、移動、瞬間移動。あ、いいね。あ、瞬間移動とか屋根の上を、うん、飛ぶ。あー、あーすごい、なんか古き良き忍びって感じ。うん、そうそう、シュタタタタみたいなね。現場のさ、台本めちゃめちゃ重いじゃない。うん、うん、台本、なんかこう5現場とかあったら5冊分台本持たなきゃいけないから、うんうん、まあ、そうですね。で、そうするとこう、やっぱちょっと移動がね、めんどくさいなってなったら、ね、瞬間移動で、うん、ちょっと他人のお家の屋根をお借りして、うんうん、スタジオ感をまっすぐ進めるわけですよ。あ、それはいいかな。瞬間移動っていうよりもちょっとこう早く動けるような。そうですね。でもそれ、あの、近隣住民の相当な迷惑ってことですか。屋根の上をぴょんぴょん、誰だあれはみたいな。ねえ、じゃあ次メール行きましょうか。はい、行きましょうか。田中さん、あ、じゃあ一木さん行きましょう。じゃあ失礼して、私が。でででこれだ。会場にいらっしゃる方だろうか、ラジオネーム、うん、コアさんからいただきました。ひろた、皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。バジリスク第13話拝見しました、うん、13話はうつつがメインの話でしたね、うん、うつつの過去のことが明らかになりましたが、それよりもうつつが戦闘中に区内を落とし危機一髪という時に、サイゾーが荷物を放って助けに来てくれて、うつつが荷物はというと、サイゾーが、うん、お前の命よりも大事な荷物なんてねえよ、言うとった、と言ったところが一番印象的で、私は一気にサイゾーに惚れてしまいました。あら、でもうつつは結構ポカーンとしていて、うつつの心には響かなかったのかなと思いました。そんなことないよ。女性お二人はこんなこと言われたらどう反応しますかと。お、でも13話はそのセリフの前にうつつがこう、この荷物お前の命より大事だからっていう、この一方通行感がすごくて、私結構好きなんですけど、そういうそのあたりのこの才蔵だからね。才蔵かっこいい感じに見えないのに、結構中身イケメン、クールというかなんですよ。どうよ、すごいぶっきらぼうなキャラクターだからこそ、うん、そうね、なんかそれが分かった時にこう愛おしさが増すキャラというか、確かに、あ、今不器用なんだなっていう、下げてあげる、そう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 、だからすごいかっこいいなと思いますけど、うん、こういう、何でしたっけ、なんて言われたらですか。まあ実際にお前の命よりも大事な荷物なんてねえよって言われたらどう反応しますか。荷物の内容次第、タスコ君に荷物の内容タスコ君に言ってもらえば。なるほど、俺が乗るの早いよね。お前の命よりも、お前の命よりも大事な荷物なんてねえよ。なんか気持ち悪い、ね、気持ち悪い言うな。なんかすごい、なんて言うんだろう、肘もかかってたし、最終的に人差し指で刺されるっていう最悪マナーとしても最悪で、ね、あとなんかな、目尻ピクピクしてたし、まばたきが多い。うん、棟梁、いや、こんな好感度がこんな言わんよ、だよ。いや、このなかなかこんなストレートな男見えないからね。じゃもうちょっとなんかかっこいいセリフ言ってみたら、オリジナルでかもっとかっこいいセリフないのって。猪之助が塩対応できなくなるようなやつを。あ、でも俺はもう、もし結婚とかもしするとか言うんだったら、俺も結婚決めてるんですか。もう言葉決めてます。なんかもうヤンキーみたいなんだけど大丈夫発想がお前のことは俺が守るみたいな。いや、違う、それここで披露しちゃうんだ、もうとっておきを。じゃあ、まあ、俺がもし結婚するときに言う言葉言いますよ、うん、そうそうね、お願いします。あのさ、
俺の味噌汁を作ってくれないか。俺と一緒のお墓に入ってくれないか。この二言で攻めようと思ってるんですけど、目がやばい、目がやばい。いやでももうこの二つはもう鉄板だなと思ってて、あの公園のこうブランコでこうやって漕ぎながら、ここまで決まってる。公園のブランコなんですか。公園のブランコで。これ本気で言ってる？本当に。割と小6から組み立ててきたプランや。小6から感性変わってないんだ。変わってない。まあでもなんかそのお前は俺が守る的なちょっとキザじゃない方だったのでまだ良かったです。もう良かった良かった。なんかそのそうだね。お前みたいな。守れない守れない。あ、これで終わりでいいですよ。もうちょっと読みたかったけど。決めましょう。ラジリスク新章伊賀民放送。はい、ここからはコーナーをお届けしていきたいと思います。まずはこちら、現実を見せてやるよ。かっこいい。私さくらやねが演じるうつつは、首に巻いたスカーフで相手の一番のトラウマを思い出させるという現実を持っています。そこで普段はリスナーの皆さんからの過去のトラウマを送ってきてもらっていますが、今回は高6なのでちょっといつもと趣向を変えまして、おへえへへ、なになになんすか、なんすか。会場で披露したら恥ずかしいトラウマになってしまうかもしれない一人エチュードのお題が今から表示されていくので、最悪、一人、この4人の誰かにそのトラウマエチュードをやっていただきます。4人、あれ私、あ、うつつの現実をかけられる。私無理うつつだからやらなくていいんだ。いやうつつはうつつ、あやねはあやね。そうか、なんかあの八六には無眼術という技もありますからね。そう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 、しっかりそれで返されたみたいな手でも、私も敵は全部こう固めて返しちゃう、うん、俺もなんか虫でなんか返しちゃう。虫めっちゃ効きますよ。虫めっちゃ効きます。あー、虫の人だ。どうも虫の人です。虫の人だ。ラジオで虫すごい投げられたんですよ。あら、そうだったの。怖かったね。あの人ですよ、あの人だ、あの人。やばい、なんか生地先輩だから何にも言えねえ。まあということで、はい、現実かけていきたいと思うんですけど、テンションが下がってシチュエーションが出るんですね。こちらです。なるほど。春一番が吹いて髪が乱れてしまった時に、その風に対して言うあざと可愛い怒り方。なるほど。まあ、確実にやってほしい人のシチュエーションでしょ。男子もそのお題に沿ってやるから、女の子になってやってもらう方がいいんじゃないですか。え、需要ある？あ、もう引いた。早い早い。いや、私こういう時ちゃんとやるね。一気見つけて。まあ、ほら、虫ちゃんと書いてありますからね。虫が書いてある。あ、ちょっと真ん中に、じゃあ。真ん中、はい、では、いきますよ。うわ、辛い。何も出てこない。忍法ムービーうつつ。いやもう、すっかり春だな。あったけお、お、あ、あ、なんだ、あ、ちょっと風強い。うわぁ、キャッキャ、うわぁ、あ、せっかくの髪、もう、困ったちゃんだな。素晴らしい。すごいすごい。大丈夫。素晴らしいよ。ちょっとすごい。若干動きで何とかした説も出てきてるけど、大丈夫。渾身の困ったちゃんだな。ねえ、いい反りでしたね。いい反りでした。わぁ、すごい。あ、これいいですね。一番手にしてはなかなか。なるほどね。いい感じですよ。怖い。次のお題こちらです。新入生を自分が所属する部活忍者部に勧誘する時のイケメンな勧誘方法。忍者部。忍者部。オッケー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 。いや、オッケー、まだ誰がやるか決めてない。もうやる気満々じゃん。いや、違う、いつ聞かれてもいいよりちょっと考えとかないとなと思って。あ、なるほど。確かに。畑中タスク。私引くわ。 え、待って、それ男しか入ってないとかない。男はそれ。ちょっと待ってください。ちょっと新入部員、新入生を忍者部に勧誘する。忍者部の先輩ってことですもん。わかりました。イケメン忍者が勧誘。結構ストロークが、あれ、一回はけましたね、外に、うん、じゃあ行きますよ。忍法ムービーうつつ。顔だよ、顔。あ、新入生。いや、
違う、あのこれは別にちょっとなんやろな、トイレ行ってただけで、君が新入生なんだよね。君がその忍者部に入りたいっていうことで、まあ、僕はそうだね、1年生の時はだいたい壁になんなきゃいけないんだけど、君も一緒に壁になる。じゃあ僕ちょっと待って、これから壁になる下りを。長いって壁、あ、長い、あ、長い、あ、ごめん、じゃあちょっとごめん、ちょっと腕が出せない。袖からね。じゃあここに来て、僕と君は今から壁。一緒になった時、そう、僕らは忍法壁になるんだ。ちょっとごめんなさい、一回巻き戻していいですか。もう時の坂鉾誰か作ってくれよ。時の坂鉾ちょっと頼むよ。あとね、棟梁はね、動きが多くてラジオ的には伝わりにくい。伝わりにくいですよね。これ普通にダメ出しもらってる感じですね。いや、ほんとすいません、ちょっとなんか今で、ちょっと壁になるぐらいしかちょっと今ちょっとパッと思い浮かあ、いや、そう、ちょっとね、これちょっともう一回弾いてください。じゃあどういうこと。もう一回、なんかね、もう一回別のをやるってこと。別のやるっていうことでいいんですか。別のやった時に次のやつやる。次のやつで挽回する。あ、いや、ちょっと待ってくださいね。いいよ、じゃあ次のお題どうぞ。いや、待って、いや、それによるんだけど、卒業式で大好きだった先輩に第二ボタンをもらう時の可愛いおねだりの仕方。これこそ、でも女子の方が見たいんやけど。女子の方が見たいだよ、はい、はい、行くよー。はい、忍法ヌービーうつつ。ごめんなさい、こけちゃって。あ、先輩、私、先輩のことが好きでした。だから、この第二ボタンください。すげー、第二ボタン。最後急に押すが引きちぎりました。今動、あと棟梁やっぱ動き多いっす。いや、ちょっと俺ラジオに向いてない。タスク君こういう方が向いてるんじゃない。なんか女の子のお題ないですか。なんか俺女の子いけますね。もう一個女の子のお題ってあります。いや、ちょっと待って女の子のお題じゃあ出してもらいましょう。次どうぞ。今一回もやらない気でしょこれ。アフレコ現場に大遅刻してしまった時、みんながもう仕方ないなって思わせちゃう可愛い謝り方。待てよ、はい、田中タスク。じゃねえだろう。じゃねえだろう。思わず許してしまう可愛いやつ。思わず許して、分かりました。OK、OK。伊之助、怒ってる先輩ある？おぉ。私？うん。あんまりね、こう先輩できる機会もないし。そっか、じゃあ思い切り。ねえ。では行きますね。ちょっと待って、マジか。忍法、ムービーうつつ。あ、めっちゃ怒ってんな。時短だ、怒ってんな。ガチャ。あ、水瀬先輩、ごめんなさい、その怒り方は…畑中。はい。何時だと思ってんだ。いや、なん、マジなんだ畑中。姿勢を正せ。マジなんかパンケーキに…パンケーキ…畑中、日本語を喋ろう。あたし、なんか原宿でなんかパンケーキに挟まれたの。あたし、原宿でパンケーキに挟まれてちょっとバターまみれなの。だから、な、許して、ちょんまげ畑中。ごめん、ごめん、すみません。敬語を使え。でした。
いやなんかちょ、みなせ先輩マジマジマンジマジちょっとマジいやもう、みなせ先輩笑っちゃったもんね。いやちょっとごめんなさいね、あの謝るまで下り行かなかったね。パンケーキに挟まれたのって何なの。いや俺のごめんなさい、俺の勝手な女子高生のイメージだったから。ひどいな。違うか、パンケーキには挟まった。働くぶっ壊れてるね。ごめんなさい俺。でもさ、みなせさんちょっとお手本見せてあげたら。あ、じゃあ先輩、先輩やっぱり見たいの。おーおーおー、先輩君働く。無眼術、無眼術、棟梁の、棟梁の無眼術。そうそう、無眼術。腹立つなあれ。だから、あ、じゃあはい、先輩、畑中先輩。ごめんなさい後輩。無理やだ絶対。いや、このコーナーいいな、私の思いの通りだな。ムビうつつだな、ほんと。なんか、スタクサと息統合してますよね、なんか。ほんとだよ、忍術。どうしよう、ノープラン、ノープラン。忍法、ムビうつつ。アリさんだ、かわいいな、かわいいな、アリさんが並んでる、みなせ、かわいいな、かわいいな、わあ、アリさんの行列。あ、ちょっとなんでこんな現場にアリがいるんだ、おい。なんでこんなアリがいるんだ。あー、あー、うなふー、いやいやいや、いや、お前、ちょ、いや、ね、違う、違うね、いや、ちょっと待て、お前ちょっと待て、今ねえ、ちょっと畑中、違う、ちょっと待て、おうちの皆さんに何したの。いやいや、ありえないんだけど、あっち行きなさいよ。違うんだよ、あのな、あんた帰れ。お前ら遅刻してんだろ。怖かったね、私がアリさん数えてたら。ちょっと待てって、お前シャーッ。待って、どうした、喧嘩。お前誰だよ。一木先輩。お前誰だよじゃねえよ。お前が今責められてたから守るために、アリさんが、あ、いや、ちょっと、だから、現場にアリを連れてきて。一木さん、こいつ、殺アリ者ですよ。ちょっと待て、お前、今まで一体何匹のアリをやってきたんだ。言ってみろ。なぜ俺が責められているんだ。だって、現場にアリが来てるぞ。現場に送る。許してあげられるよね。先輩だろ。じゃあ、アリ連れてきたのに。違うよ、アリについてきたらここに着いたんです。あ、アリが10匹。アリが10匹、アリさんマークの引っ越し。違う、ね、そのパスが違う。アリが10匹、アリが10匹、アリが10匹。ありがとうか、ありがとう、ありがとう、ありがとう。かすごい、こんなに勘が悪い人初めて見た。これ設定どんな感じだったの俺。設定どんな感じだったんだよ、マジで。何もわかんねえこれ。現場に遅刻してきて、なんか俺超責められてたんだよ。いやだって現場で怒鳴り始める先輩とか嫌でしょ。いやめっちゃ怖かった。だってアリいるんだぞ。現実タイム終了でーす。なんだこれ。すごい、さくらさんやらずに終わっちゃったね。トラウマ増えましたね。トラウマだよ。はい、ということで以上、現実を見せてやるよのコーナーでした。続いてはこんなコーナー、最後は俺がやる。さあ、作品内でも僕たち忍びはですね、連携して力を合わせ常人たちと戦っております。そこでこのコーナーでは4人力を合わせてバジリスクにあるかもしれないし、ないかもしれない、そんなイフのストーリーをオリジナルで考えて順番に紡いでいきます。ボックスにですね、バジリスクっぽいキーワード入っております。そのワードを必ず1つ使って物語を展開してもらいます。はい、そしてここで一番大事なのが、はい、タイトルコールでも言っているように最後のオチとなる4人目、これは毎回棟梁畑中にお話をお願いしたい。あ、最後は俺がやるってそういうことか。そういうことなんですね。八郎と畑中は違うっちゅうかなんちゅうか、こう結構あれですよ、俺、うん、一番こういう面白いこと言ってとかオチとか一番苦手やからな。本当、大丈夫ですか。本当大丈夫、覚悟を決めよう。やろ。じゃあ早速やっていきましょう。チャレンジしてもらう物語の書き出し、こちらです。私は私立バジリスク学園花の JK 響き。いけない。あ、これなんか皆さんに読んでもらったの。そうあ、いいね。いけない、私ったら大寝坊。このままだと新学期早々遅刻しちゃう。苦難を加えながら走っていると曲がり角でぶつかって
が物語の書きどうなるんでしょう。なるほどね。なるほどね。なんでクラに構えながら走ってんよ。4人キーワードに。じゃあ私引きましたので、はい、私が引いたのは吹き矢。吹き矢ちょっと攻撃的で、私が引いたのがまきびし。まきびし。じゃあ僕引いたのは煙玉でございます。煙玉で、俺引いたのが梅干し。おーやばい。じゃあちょっと順番どうします。順番巻き菱から行こうかな。巻き菱から行きます。巻き菱吹きや煙玉投了にしましょうか。お、投了投了、オッケーオッケーオッケー、うん、じゃあ行きますよ。はい、巻き菱から、うん、区内を加えながら走っていると曲がり角でぶつかって、えぶつかった相手が手が畑中さんだったので俺だったんだ。まきびしを巻いた。俺だったからまきびし巻いたんだ。巻いた。あ、なるほど。田中君だったから。よかった。じゃあ巻いたから私がバトンもらって、うん、巻いて距離を取った。距離を取った。距離を…日々距離を取った。こんな畑中君嫌いなんだ。うん、すげえな。いや、使えないじゃないですか、距離ないと吹き矢。あ、なるほど。使うんだ、俺に。敵なんだね。うん、敵と遭遇したぐらいの。なので、一間置き、交代し、で、巻き菱が効いているにもかかわらず、コミュニケーションを取ってこようとしたので、吹き矢を放った。すげえ、血だらけじゃん、俺すげえな、おい。どんだけ嫌われてる。血だらけで、そしてあっち、吹き矢を受けつつもまだ迫り来る畑中。いや、すげえな、おい。私は畑中に恐怖すら覚えた。うわ、その恐怖から逃げるべく、私は煙玉を使う。使う。すると。するとそれでも諦めない畑中。お、血だらけになりながら響きを追う。そして一番近づいていったことは梅干し食べる。怖っ。あ、それが言いたかっただけだったんだ。それが言いたかっただけだったんですよ。あ、でも、いやでもさすがにちょっとね、いくら畑中でも食べてる梅干しは梅干し食べるってやんない。あ、ちょっと引かない。あの、いやだから、いや梅干し、だから梅干しをだからね、多分俺だったら口から出すんじゃなくて、多分こう普通に渡すかなっていう感じだから、別に俺そんな気持ち悪くないよ。いや、私の目見て言われた。俺そんな別に気持ち悪くない。それまだ物語の続きなんですか。続いてんのこれ。え、それてます。モノローグ、モノローグですか。モノローグ続いてるはず。え、梅干しを渡して、渡してフィニッシュは、あの炊きたての米を抱えてて、そこで米渡して、一緒に響きと畑中は米食べました。はい、終わり。はい。いやー、めでたし、めでたしと。これはいやー、すごい。さすがに区内は食えないし、だからパンと間違えて多分響き区内加えたんでしょ。ご神用じゃなくて。あ、ご神用、畑中に襲われる。俺、そんなに頻繁に響きのことを襲ってるんですか。この曲がり角によく出るって聞いたみたいな。じゃあ次行きましょう。こんな感じで、次のお題を。何このお題。じゃあもう一つ行きますね。おっ、俺式部、筋トレ大好きな至って普通の男の子。どんどん大きくなる筋肉って最高だよな。今日は友達の資源君から一緒に筋トレをしようって誘われてんだ。新しい器具でも作ってくれたのかな。早速行ってみよう。え、何これ。スキブちょっとテンション上がりすぎだね。スキブこんな感じでしたっけ。全然違うと思う。ねえ、じゃあちょっとこっちから人とな。何これ、シチュエーションがしんどいね。いや、わかんないなこれ。筋トレしようって、ちょっと待って、私キーワード筋肉。うわ、マジか。この回のための筋肉がさね。私涙。涙。でもなんかね、汗と涙は青春の輝き。ああ、青春感ある物語が果たして見えるのか。俺、手手裏剣。いや、違う違う、手裏剣だこれ、ね、手と手かぶっちゃう。これで手裏剣だよね。どうりょう、やめてよ。これで手裏剣。なんでそんな面白いこともう言っちゃうの。手裏剣、手裏剣、手裏剣、手裏剣。よし、こう、次なんすか、なんすか。俺はこれすごいな、さっき話してたからなのか、カトンっていうワードが出てきました。あら、おお、じゃあ私からいきますか。こうこうこう、そうですね、私、一木さん、伊之助、投了でいきましょうか。了解です、了解です。繋ぐと。じゃあはい、じゃあ、イフ、バジリスク、はい、スタート。オス。
俺指揮部筋トレ大好きな相手って普通の男の子、どんどん大きくなる筋肉って最高だよな。今日は友達の資源くんから一緒に筋トレをしようって誘われてるんだ。新しい器具でも作ってくれたのかな。早速行ってみようと思ったけど俺筋肉痛なんだった。終わった。やばい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 。一方その頃、一方その子、式部遅えな。俺せっかくカトン覚えたのにな。式部に見せたかったぜ。カトン、カトン、カトンの術。あは超楽しい。カトンの術。伊之助を黙ってみた。やばい、やばい。で、来てるんですよね、私に。あ、楽しいな。カトン、カトン、カトン。あれ、なんだろう、涙が出てきた。あれ、俺ってもしかして誰からも好かれてないのかな。あれ、おかしいな。俺はカトンを覚えたのに、目からは水遁。目から水遁。目から水遁。水遁なんていうの。水遁ってる。涙。水の術はなんていうの。水遁。水遁、合ってる合ってる、うまい。だから水遁だ。はい。もう術がぐちゃぐちゃだよ。どうしよう。あー、やっぱり手裏剣が安心だよな。ここで武器として、やっぱりこんなにぐちゃぐちゃしてたって、カトンやりながら水遁やってんだし、目から水遁だし、わけわかんねえし、もう俺は手裏剣で戦うしかないんだけど、そういえば式部はまだかな。式部はどこに行ったんだ。あ、そういえば俺の親はあの式部に、式部に倒されてはないんだよな。式部に倒されてはないんだけど、あの式、あ、式部にあの俺のトウモロ、焼きトウモロコシを食べられたんだった。許せない。俺はこの手手裏剣で式部を倒しに行くぞ。手裏剣で倒しに行くぞ。おしまい。あの、ちょっと待った、あの投げやりじゃね。ちょっと投げやりじゃね。何が何が投げやりじゃね。超綺麗だったですよ。超綺麗だった。途中まで結構いけてた。めっちゃ良かった。水遁まで完璧だったもん。水遁まで完璧だった。だって一方その頃あのこいつ誰。誰誰誰。違う、七弦側ですもんね。待ってる側ね、筋肉くん来ないから、最初はそうそう、試験はせっかく覚えたカトンをね、披露して待ってたの。披露して待ってたんだけど、目から日が暮れちゃって、だから普通そこで目から水遁出たら、おっす、おら、畑中って言って、畑中が出ていかなきゃダメなんだよ。わかんない、その子。そうだよ。何それ、何それ。俺と手裏剣で握手みたいな、なんか。手裏剣で。それも雑じゃねえ、なんか。手裏剣だと、いや、もうそうか、俺が悪かったわ、じゃあ。水飲もうか、水。水。ほら、はいはい、水遁、水遁。水遁してください。水遁して。ねえ。あー、ちょっと。ということで、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 あ、畑中のセリフでした。違うよ。以上、最後は俺がやるのコーナーでした。最後は会場限定のこちらのコーナー。甲賀 vs 伊賀、最強はどっち。はい、ということでね、今回は甲賀と伊賀の、まあ、2人ずついますので、これからそれぞれのチームでさまざまなお題にチャレンジしてもらい、どちらが優れているか競っていきたいと思います。もちろん勝った方には徳川埋蔵金並みの豪華なご褒美があるということで、やった、欲しい。それをかけてのバトルになっていくわけですね。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。そうですね、では早速始めていきましょう、はい、うん、じゃあまずお題を引いてもらいましょうか。デデデン、どんなのが入ってるんだろう。同じ答えを揃えて、書いて一致させてください、はい、あ、桜の花と書いて桜花ですが、うん、お花見で食べるものといえば何。え、これを意思疎通で。大丈夫大丈夫。いや、あんた、え、それあなただけが決めることじゃないから。花見、花見、花見しました。花見、あ、今年してないな。してないですか。俺もしてないですよ。伊之助はさ、どうしよう。なんかこうディスカッションみたいなことはしないで。ダメ、しちゃダメ。君書き終わってるけどさ。え、あ、もう書いたの。いや、もうこの子書き終わった。もう書き終わっちゃいました。いや、普通ちょっと、ね、そうだよね。ちょっとね、あれだよねみたいなやつあるじゃないですか。なんもない。あ、そうだ。なんもない。2人で決めたいから。あ、本当？じゃあなんかやろうか。
俺が一般的なイメージのものを描いた。俺まだ描いてないけど頭には浮かんでる。一般的な桜。じゃあ伊賀の方から。はい、じゃあ私たちからいきましょう。せーの、お団子。お団子。おー、はい。あー、なるほどね。何か、まあ花より団子的な。そうよそうよ。あー、なるほどね。ある。まあまあまあ、そうですね。やっべー、そうか。方がもう行きましょう、行きましょう。ちょっと、はい、花よりね。一斉のせいで行くよ。あ、ごめんなさい。せーのーせ、団子、うん、唐揚げ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。あー、いや、そうね、唐揚げもまあ、まあね、食べるっちゃ食べるよね。食べるでしょ。いや、鼻の下じゃ食えるよ、全然食えるよ、唐揚げと思って、うん、どんどん行きましょう、どんどん、ね、どんどん行きましょう。じゃあちょっと、どんどん行きましょうか。今もう1ポイントですか。はい、スーやってこう、こういうの。じゃあ、アイナリ引いて。はいはーい。せーので、同じポーズをとってください。あー、なるほど。え、見た瞬間に、うん、あ、最強だと思うポーズといえば。さっきね。え、何。え、いや、まあ、何、さっき、さっき何、さっき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 、何、何、わかんない、わかんない、わかる、それ、それ、何。あ、でも雰囲気似てたら同じってことにしてくれるみたいなんで。言ってましたよ。え、なんか、マジで思い出す。言ってた、言ってた。え、むっちゃキンキンで言ってた、キンキンで。いきますよ、はい、最強と思うそれぞれのポーズいきましょう。せーの。どっちが全員 OK？ え、これはどうなってたの？横見えなかった。これはコウが、俺らがコウが1ポイント。コウが1ポイント。コウがどういう、いいか、コウが、あの、これ天地上下の構えって言うんだけど。何？何ですか？何？知らず。え、天地上下の構えって、男の子。え、でも3人同じ感じじゃなかった？3人、あ、そう、皆さんもなんかね、こうやってたよね。片手天地。あ、片手天地。棟梁、もう一回やってみて。棟梁、もう一回やって。え、どういう構えだった？あれ違う？いやいやいや、違う。なんか強そうな猫ひろしさんみたいな。確かにね。にゃーな感じだったね。あ、でも俺もその天地のやつやりました。天地上下やった。天地上下の。天地上下って何ですっけ？漫画？漫画ですよ。いや、漫画っていうかその構えの名前を。そうですよ、構えの名前。こうが1ポイントでいいでしょう。だね、優しい。いいな。優しいぞ。わかんなかった。せーので、同じポーズを取ってくださいね。またポーズ、ポーズ系、ま、どんな。セクシーな、くのいちっぽいポーズといえば。セクシーな、くのいちですって。大変ですね。いや、え、みんな超難しい。これ、ドキドキやな。セクシー、くのいち、くのいちって、くのいちってあれですよね、女忍者のあれですよね。まあ、うん、なんかセクシーな感じでイメージし、なんか、セクシーなくのいち。もうくのいちはもうセクシーだけどな、もうな、うん、あと、なんでこんなことしなきゃいけないの。マジトーンやめてよ、マジトーン。何年この業界にいるのよ。まあ、それは疑問なところだな。めっちゃみんな見てるじゃん。え、めっちゃみんな見てるじゃん。いや、そりゃそう、お金払ってるんだから、そりゃそうだよ。リアル、リアル。ありがとうございます。そうだよね。ありがとうございます。くのいちポーズ、くのいちポーズ。ありがとうございます。セクシー。じゃあ、いきますか。やだ。じゃあ、せーのでいきますか。せーので、はい、いきますよ。はい、じゃあ、いきますよ。はい、オッケー。せーの。これはイガガーは1ポイント。コウガは何コウガ何コウガ何何トウリョウ、どんなポーズ。トウリョウ、もう一回。よどころ。せーの。あ、だから気づいてくれたら、ここ手手裏剣、手手裏剣、手手裏剣ということで、これは私たちが1ポイント、イエーイ。ということで、さあ結果は、はい、5対1で伊賀の勝ち。やったということでね、ご褒美が、じゃあご褒美を。え、なに、目録、目録、大川林峰町制作委員会キングレコード。これ今開けていいのかな。これも開けていいと思います。見ましょう、ちょっと見てみましょう、どういうものなのか。待って、よく見たら目録手書きなんだけど、なんか嫌な予感すんな。何何、わ、大川林峰町にちなみ美味しい桜餅をご用意しました。後ほど楽屋でごゆっくりどうぞ。大川林峰町制作委員会より。あ、これはいいっすね。じゃあもうね、桜さんが今金券はと。
いや、もしもし生々しいわということで本日の公開録音終わりの時間になりました。はい、立ちましょうか。じゃあちょっとね、そうですね、はい、いやということで改めてではございますが最後に一人ずつ皆様にコメントしていきたいと思います。はい、ではまずはエンデルからかな。あ、そうですね、うん、一言も触れなかったんですけど私たち公開録音を墓までお送りしたんですよ。そうだそうだそうでした。聞いてる人何も伝わってないよね。そうなんです。見てる人はもうちょっとねキャラに合わせた色合いだったりイメージの袴を着せていただいて、そうあのでやっぱり2クールあの皆さんにお届けできる作品ってやっぱり昨今とても多いわけではないので、あのこういった非常に奥の深いですね作品をあの皆様に長いことお付き合いいただいて私たちもアフレコに参加できること非常に嬉しく思っております。引き続きまだ物語続いていきますのでラジオ原作ともどもアニメの方もよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。では続いて一木さん。はい、皆さん本日はどうもありがとうございました。作品の方もですねもう半分過ぎてこれからいよいよさらにシリアスにかっこいい熱い展開になっていくと思います。アニメの方どうぞ最後までお見逃しなく。そして本日はどうもありがとうございました。じゃあ水瀬さん。はい、ありがとうございます。本当にあっという間で、ラジオはちょっと女子組男子組と分かれてお送りしてるんですけど今日は一堂に会してお話しすることができてあのそれぞれのこういろいろな溜まっていたものを吐き出すこともできまああの本編の方は折り返しに入っていますので今後どうなるのか、そして響と八郎の物語、そして私と畑中さんとの戦い、響のいいところ50個期待してますからね、よろしくお願いしますね。いやもうちゃんとワードで書いてきます、大丈夫です。手が気持ち悪いです。手書きはい、ということで本当に楽しかったです。皆さんぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。そしてあの上下巻のねブルーレイの方に今日のダイジェストが入るということですのでぜひぜひこの感じをまたお家でも楽しんでいただければと思います。またお会いしましょう。皆さん祈りでした。では最後に渡中さん。いやこれダイジェストに残っちゃうんだな。いや確実にあの忍者のあの先輩があのやばいね、後輩誘うところは絶対カットしてほしいですけどね。何やりたかったのか今でも分かんない。あれ、むしろそこの意味分かんないでしょ。俺も意味分かんないですから俺が一番怖いですよ多分いやということでね、袴姿でしたけどでもあのびっしょりと汗かかせてもらってもう今なんかびちょびちょですけど変な汗。いやでも本当そうですね、ラジオの方ももちろんやっていくんですけどもちろん本編がねとにかく今から非常にあの熱い展開になっていきます。登場人物一人一人の物語、これからどうなっていくのか、どういう選択をしていくのかっていうのはすごく人間味があって深く掘り下げられているところだと思いますので、これから一人一人の登場人物の行く末、皆さん見届けていただければ嬉しいです。そしてそうですね、八郎と響の物語、終盤に入りましてかなり手に汗握る展開になっていくかと思います。皆さんぜひぜひバジリスク大賀忍法町、まだまだね、今半分を走り切ってまた半分ありますから、ぜひぜひ体力もしかしたら見る方も使うかもしれないですけど全力で、見ていただければ嬉しいです。これからも大賀忍法町よろしくお願いします。ありがとうございました。それではこの辺でお別れです。ここまでのお相手はテレビアニメバジリスク大賀忍法町甲賀八郎役の畑中佑と日暮七元役市木光弘と伊賀響役の水瀬祈とうつつ役の桜彩音でした。せーの、これにて。ありがとうございました。ありがとうございました。